ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、暗闇でドッキリ。監督は、ブレイク・エドワーズ。1964年の作品です。大富豪、バロン氏の邸宅で起こった、使用人の射殺事件。パリ警察のクルーゾー警部は、現場で拳銃を握っていた重要参考人、美人メイドのマリアは無実だと主張。下心と思惑が交錯する中、次なる殺人が、というお話です。出演は、ピーター・セラーズ、エルケ・ソマー、ジョージ・サンダース、ハーバート・ロム、アンドレ・マランヌ、バート・クォークほか、ピンクの像で初登場したクルーゾー警部の、いわばスピンオフ作品。セラーズの演じた、この個性的なキャラクターは、その後もピンクパンサーシリーズで活躍しますが、本作は単独でも楽しめる、おバカ映画です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。